お豆さんも食べないと。京都なっぽい、なんでだ。なんでだろう。もがしきもがしき、声かもしれんよ、声のこの感じで大人っぽいのが。レッスンお疲れ、ありがとう。前髪綺麗にしてたのに、そうレッスンでこうなりました。楽しみにしてね、ありがとう。今日雰囲気違う、なんで。なんでそんな、なんか凝ってないよ、多分汗で濡いてるし、何も全部お似合いとして言っていいですか。いいですね。台幅が広い、台幅広い、絵の変わらん気がする。うん、質問配信って何やろ。え、手巻き配、あの、あ、そう、1万5000人配信もしたいなと思うので、あれですよ、巫女を買ったんですよ、巫女さんを。ほんでそれで、あの、もう大好きな手巻き寿司を作ろうかなと思っておりまして、そう、巫女さんを着てお豆を食べたり、あの、あれ、手巻き寿司を作ろうと思います。でも心配なのは、明日に行って、あの、手巻きセット、お手、お、うん、お手、なんだっけ、あ、手巻き寿司セットのさ、あの、刺身類があるかどうかっていうのがね、不安なんですよ。明日買いに行くんですけど、その、そうそう、あるかな、大丈夫かな、怖い。いや、だってさ、生物だからさ、やっぱりあのお刺身は当日買いたいなっていう思いがあるんですよ、私にとって。あるかな、ガブッとするの。そう、ガブッとする。ガブッとしようかな。まあでも早めにスーパー行った方がいいからね、学校終わったらすぐ行こうかな。あ、あと鬼もさ、すごい声が。あと鬼も、みんな可愛いって言ってくれたんで、それも、まあ、巫女に鬼なんて変な組み合わせだけど、まあ、つけようかな、いつか、ずっとかわかんないけど、いつか。明日の配信のどこかに。時間はどれくらいかね、まあ、夜、近い、ちょっと相談してみる。ちょっと待ってよ。何時ぐらいがやっかいね。6時とか ?7 時とか半額セールまで待たんよ、さすがに。あ、いっぱいお豆降ってきた。わあ、痛い。しゃない。今日雨がいっぱい降ってきたね、夜になってから。寒いだから。何時ぐらいがいいの、みんな。明日だって平日じゃん。だからみんな、お仕事じゃん。お仕事とか学校とか用事とか、でも7時とか。7時がいいかいね、みんな。て、大体ちょっと8時はね、10時までやるのはね、ちょっと次の日の学校がね、えんえんってなっちゃう可能性があるので、7時から9時とかがいいなって思う。じゃあそこら辺をめどにまた考えておくので。あ、でもまあ7時でいいか、7時にしよう。いや、7時にしよう、もう今日は、今日決めよう、今決めた。じゃあ明日の19時からします。でもし刺身がないなんてことになったら、納豆巻きにします。あ、きゅうりのかっぱ巻き。まあでも刺身は多分どこかに合ってると思うけどね、多分大丈夫だと思うけど、そう、まあなんとかなるでしょう。大丈夫かよね。
タコはもよく言うね、釣ってくる。ぜひあの釣りが得意な方お願いします。カツオを、カツオでも売っとるかいね。たまにしか売ってないイメージあるかも。時間帯だってさ、明日は多分さあれじゃん、あのみんな買うじゃんやっぱり、だから心配なのさ。素手だけど、え素手、えだって、え待って、クマって口じゃなかった、口でかぶって、あのそういう教科書を持ってた昔、もう口で鮭とあの挟んでるやつ。もーちゃんが食べたいものを置きましょう、ステーキとか。えでももあれですね、あれあれだよ、あれがいい、刺身がいい。えでもキュウリは入れたい、キュウリとエビとか、キュウリとネギトロとか、そういうのが好きな人かな。ネギトロセット、じゃネギトロセットじゃなくて、あの手巻き寿司セットのお刺身用が売ってると嬉しい。この間美味しいの見つけちゃったんですよ。美味しそうなのか、でも当日買いたいなと思って。いやマックのポテトではあかん。え今日したったわぜ、ほんまに。なんで声がかすれてるからかな。でも今日メールあんまで送れなかった、ごめんね。しょまにょ、伊勢海老いいな、豪快やんな。そんな大声出したらわかんない。大声出したんかね。いいよありがとう。なんでだろう、わかんない、乾燥しとるのかも。もうさ、だってカラオケ多分3時間4時間歌ってもさ大丈夫だから、なんでかわかんないです。今日はカニの足。ポテチ入れんよ。あゆちゃんおメールから来た、嬉しい。一緒に撮ったんだ、レッスン中に、あの休み時間でパシャと歌も歌いました、踊りながら。乗せていいって言ってくれたから、そう。にゃー、みんながさお豆攻撃してくるんやが、お豆攻撃する。お豆がすごいぞ。で、すごい、待って。あれみたい。なんか、でもなんかここから見たら落ち葉に見える。お豆って感じ。避けて、避けるわ。じゃあ、みんなと一緒のところで流れてるんかな。あ、待って、でもさ、なんかさ、なんかさ、このお豆避けて、あれ退治されたらほんまよ。明日鬼つけたらみんなに退治されるかもしれん。角そつなったらもう、なんかさここでさ行ったら釣り降ってくるとき避けてくれてる気がしたけど、あ気のせいだった。顔にドンピシャ当たっとった。避けてくれてなかったよ。当たってたね、思ったし。年の数だってそうだね、食べるから、もっと食べてそう、美味しいよね、あのお豆、あの節分の。お豆、みんなネバネバ納豆投げます、慣れてます。ネバネバ納豆はやばすぎる、めちゃ臭くなる。投げられたら。納豆ってすごいよね、美味しいけど独特、本当に匂いが。ちなみに私の夜ご飯はすき焼きでございます。いいでしょ。すごい。すごい、ありがとう。自ら当たりに行く。納豆今食べてる。お、いいじゃん。私もだからラスト1個あるから食べようかな。いつまでだっけな、賞味期限。すき焼きなんか多いよね。
そう、すき焼き高知だからね、すき焼きってまたお肉、お肉はいいんですよ。好きながよなほみまる、みまるなんかみまるって書いてすごくかわいい最近思う。そのまま寝そう。え、どうだろう今日ね。でもそんな眠たくないかな。あ、賞味期限切れても食べれるの、いいね。もちゃん好きながよ、ありがとう。すき焼きの生卵の組み合わせ紙ほんまに、あ、卵ある気がする今日、やったあ、そうだ、この間さ卵かけご飯を食べる日があったんですけど、多分配信でも言ったのかな、配信言った気がする。その時にさ、卵を割ったんよ、コンコンって、あのこたつの上の机でポンポンってやって、パってやったらツルンって卵がもうカーペットに落ちてほんまにもうびっくりした。あれはほんで、あのもうドロンと出てるわけですよ。そう、ちょうど皿があって、開けた瞬間の黄身がここの端、この端に取って、あのここの端の部分に落ちて、生卵がツルンってでシュルルンって落ちたんですよ。ほんで結局、でも黄身が崩れてなかったので、こうやって必死にティッシュでこうこうやってこうやってこうやってやって、もうバイバイしちゃった。それでカーペットめっちゃ拭いたそう、すくった。そうだ、黄身がさもうカーペットについたらやばいじゃん、黄色になるじゃん。だからそう、え、専門店行きたい。そう、生臭かったよ、もう手が手が鳥って感じだった。あ、ミラボールありがとう、ありがとう。53分になったら教えてちゃう。そう、白身の部分はまあついたけど、めちゃアルコールと水かけてピピピピって、あーあーってすごい、待ってすごい顔が、顔がお豆、お豆になっとるお豆。でも絶対さ、こんな降ってきたらちょっと痛いやな すごいね、お豆かわいいね。豆をお豆っていうのがすごい可愛いと思う自分。なんかケロンって感じが。食べられた、食べてるよドッキリなりそう。確かにめっちゃさ痛いわけじゃないのに地味に痛いっていう、なんか地味にやられたら、えってなるドッキリになりそう。お豆をめっちゃ一気に上からバーってやるだって炭とかがさかかってきたりしたらさ、もうさ、なんかあ、ドッキリやられたって感じだけど、豆がバーって降ってきたらえってなる面白そう。にゃー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 、多分痛い、痛いんかね、どうだろうクリームフォーマーはやってみたくはないからおーちゃんボール投げたら喜んで食べそう。あ、口でキャッチする。あ、もって明日も用意しなきゃだね。みんなも一緒に作るももの配信で一緒にぜひ、手巻き手作りして潜りしませんか、一緒に。
もぐもぐしてるとき喋っちゃダメなんでしょ。え、違うっけ。なんかそんなこと聞いたことがあるけど、そんなことしたことない気がする、自分今まで。節分にまずそんなね、手巻き寿司をあんまね、給食以外で食べてないんですよね。だから私手巻き寿司大好きなの。そう、南南島を私は明日もぐもぐします。出てもそのめっちゃでかいのは作らんけど、淡路寿司で手巻き寿司セット買ってくる。え、そんなんあるん、そんなんあるん。53分ありがとう。よいしょ。よし、それはギフトの方から読んでまいりたいと思います。出来上がってくるの、買ってくるのまあでもそれもよきね。ごめんね、ボシャボシャ出ちゃう。フラペチーノさん、ふくわって、これはなんだ、お豆ありがとう、うん、お豆ひでくんさん、お豆ありがとう。タンポポのお酒さん、いちごですよね、いちご、いちごどうしよう。あ、待って待って、いちごいちごって何下手これにしよう。タンポポのお酒さん、いちごありがとういや、下手の部分ですよ。顔が丸いから、この身の部分がここで、これが下手になるって、そういうこと、そういうことにしとこ。ふっくんさん、いちごありがとう。ハートさん、ちょっとありがとう。天竜さん、いちごありがとう。シャッシーさん、これはなんだ、あ、いっぱいのいちごありがとうピンクいちごかわいい、お高いやつだっけ。つかちさん、いちごありがとうエイトさん、いちごありがとう。ヨスケさん、お豆ありがとう。ふくちさん、花束ありがとう。とちおとめなのゆんりゃつさん、いちごありがとう。じたらさん、いちごありがとう。ひであきさん、いちごありがとう。たんさん、ピンクのいちごありがとう。スタジオしょくちゃんさん、かわいいありがとう。読み打ちしたくまのぬとい、ピピピピピさん、お豆ありがとう。きよにいさん、お豆ありがとう。たんさん、お豆ありがとう。おじゃしさん、お豆、おじゃしさん、お豆ありがとう。噛んだ。ふらがんさん、これは、いちごありがとう。ふみさん、お豆ありがとう。ふうくんさん、だるまありがとう。るどんさん、ハートありがとう。しんじくんさん、お豆ありがとう。るどんさん、ハートありがとう。やめうちしたくものぐんとピピピピピさん、お豆ありがとう。かどさん、お豆ありがとう。たんさん、お豆ありがとう。ひでくんさん、お豆ありがとう。えとさん、お豆ありがとう。こちりさん、いちごありがとう。ただいまさん、お豆ありがとう。かどさん、お豆ありがとう。なおともさん、いちごありがとう。前田健二さん、いちごありがとう。ふくんさん、ミラーボールありがとう。しんじくんさん、お豆ありがとう。いっぱいありがとう。ドラゴンさん、馬ありがとう。太陽さん、いちごありがとう。のおともさん、かわいいありがとう。たんぽぽのおさきさん、お豆ありがとう。のおともさん、とうとりありがとう。いちごもありがとう。かどさん、バラありがとう。いとさん、お豆ありがとう。むくんさん、お豆ありがとう。やめやじったくまのぐったい、ピピピピピさん、いちごありがとう。お腹だたう、ぶっちーさん、お豆ありがとう。ゆうくんさん、お豆ありがとう。ありがとうございます。それではランキングの方に行きたいと思います。13位のゆきあきたさん、ありがとうございます。ちょっとあと何分あるか教えてほしいかも。いつもね、早くなっちゃうから。もしよかったら12位の P さん、ありがとうございます。
11位のロドンさん、ありがとうございます。3本ありがとう。ジーノのお友さん、ありがとうございます。9位の幻さん、ありがとうございます。8位のひでくんさん、ありがとうございます。7位のふみさん、ありがとうございます。ももちゃんの話聞いてで TKG 食べたくなって、お、いいね、一緒に行こうぜどこにあるんだろう。6位のやめちたくまのごたえピピピピピさん、ありがとうございます。4、あ、5位の太陽さん、ありがとうございます。4位のタンさん、ありがとうございます。今日が本当に誕生日です。そう言おうと思ってた、昨日言っとったもんねありがとう、おめでとう、あれでね、お誕生日おめでとうございます。いつも応援ありがとう。いい一年にしてね。ハッピーバースデー。あ、12歳だっておめでとう。ハッピーライフ過ごせましたか今日は。うん、ハッピーデーか3位のタロイモさん、ありがとうございます。2のシンジ君、アットマーク、ももっこさん、ありがとうございます。1位のふうくんさん、ありがとう。明日ツインテール期待していいかな。どうだろう、みこさんだからちょっと悩みますありがとう、ありがとうございましたおめやってみんながありがとう。間に合った、ありがとうよ、忙しいのに、うん、今日もありがとうございました。お会い12歳なんか、そう12歳らしいよあと30秒早い。お、ありがとう。あ、 MV 楽しみです、私も見ようありがとうございました、バイバイ。最近なんか言いながら切れてるらしいから気をつけなきゃ。バイバイ、ありがとう、大好きだよ、またね、バイバイ。